冥王星族と海王星の L4 ラグランジュ点のトロヤ群海王星のトロヤ群は海王星とほぼ同じ軌道を同じ周期で公転する小惑星である。現在、海王星のトロヤ群は17個が知られており、そのうち13個は海王星を60度先行する太陽。海王星系の L4 ラグランジュ点付近4つは海王星から60度後方に位置する。 エルゴ・ラグランジュ天付近に存在する。海洋星のトロヤ群は、木星のトロヤ群に倣って、トロヤ群という用語が用いられている。大きな軌道傾斜角を持つ 2005TN53 の発見は、トロヤ群の厚い雲の可能性を示す意味で重要であった。これは、衝突による形成ではなく、凍結による捕獲を示す。半径1 0 0トル程度の大きな海洋星の トロヤ群は、木星のトロヤ群と比べて何桁も多い可能性があると考えられた。2010年、初めてのエルゴ・ラグランジュ展のトロヤ群である2008、LC-18 の発見が公表された。海王星のエルゴ領域は、現在、恒星が非常に多く集まる、銀河系の中心と、視線方向が重なり、非常に観測しにくい位置にある。ニューホライズンズは、冥王星への途上。 海王星の L5 にある 2011HM102 の 1.2AU 以内を通過した。この時にニューホライズンズによる観測が検討されたものの地球とのデータ通信量の制約により、冥王星のフライバイへの準備を優先することとなったため、観測は行われなかった。2001年、海王星の L4 領域にトロヤ群 219R322 が発見され、 太陽系で5番目の小天体が安定に存在する領域となった。2005年、高い軌道傾斜角を持つトロヤ群 2005TN53 が発見され、海洋星のトロヤ群は厚い雲を形成していることが示唆された。2010年8月12日、最初の L5 トロヤ群 2008LC18 の発見が公表された。これは銀河中心からの光が ゴミの雲で隠された時に観測されたものであり、大きな L5 トロヤ群は L4 トロヤ群と同じくらい存在していることが示唆された。ニューホライズンズは、冥王星への途上2014年に海王星の L5 を横切る可能性があり、この時に観測ができるかもしれない。銀河中心がゴミで隠される場所は、ニューホライズンズの飛行経路と沿っており、 探査機が撮影した天体を検出することが可能である。基地の最も軌道傾斜角の大きい 2011HM-100 にはニューホライズンズが2013年末に1.2天文単位まで近づいた時に観測できるほどの明るさであると考えられている。しかし上述の通りニューホライズンズによる観測は見送られた。6つの L4 トロヤ群の軌道を示す。 アニメーション海王星のトロヤ軍の軌道は非常に安定である。海王星が現在の位置まで移動した後のトロヤ軍のうち最大で50%のものは太陽系の年齢にわたって保持されていると考えられる。海王星の L5 は L4 と同程度に安定にトロヤ軍を保持することができる。海王星のトロヤ軍は1万年以内の周期で ラグラン受験から最大30度測り度し得る。海洋星のトロヤ群から外れた天体は、ケンタウルス族と似た軌道に移る。海洋星は現在は安定なトロヤ群を捕獲することはできないが、34、英雄以内のケンタウルス族のうち2.8%は、海洋星と軌道。このうち54、54%は、馬蹄系、軌道、10%は準衛星であり。 36%はトロヤ軍だと考えられる。軌道傾斜角の非常に大きなトロヤ軍は、全体の起源と進化を理解する上で大きな鍵となる。軌道傾斜角の大きなトロヤ軍の存在は、海王星のトロヤ軍の起源は、その場での形成や衝突による形成ではなく、海王星の軌道が移動している、最中の捕獲であることを示す。L5 と L4 に、 同程度の数のトロヤ群があるとの推定は、捕獲の際にガスによる抵抗がなく L5 と L4 で同じような捕獲のメカニズムであったことを示す。惑星の移動の最中の海洋星のトロヤ群の捕獲は、ニースモデルでの木製のトロヤ群のカオス的捕獲と同じ過程で行われた。捕獲された天体はすでに高い軌道傾斜角に存在できるほどに冷気されている。 共鳴外縁天体は、惑星のマイグレーションの時に共鳴による軌道移動によって捕獲されたと考えられているが、この過程はにより、海洋星のトロヤ軍が逃げ出した可能性がある。また、不規則な惑星のマイグレーションは、対応するトロヤ軍を枯渇させる。当初のトロヤ軍の中には、おそらく不安定な軌道を持つものが多数あったと推測され、ケンタウルス族の形成に寄与している。 一方、安定な軌道のトロヤ群は、最初から存在する必要はない。最初に発見された4つの海洋星のトロヤ群は、同じ色であった。それらは、エッジワースカイパーベルトの灰色の天体よりも、若干赤いが、キュビワの属ほど極端な赤色ではない。これは、ケンタウルス属、木星のトロヤ群、木星型惑星の不規則衛星、そしておそらく水星とも似た特徴であり。 これらの太陽系小天体は似た起源を持っている可能性がある。海洋星のトロヤ群は文工学的な観測を行うには暗すぎ、観測される色は多くの表面素性と適合しうる。これだけサンプル数が少なく、また高軌道傾斜角のトロヤ群が観測バイアスのために見えにくいにもかかわらず、いくつか発見されていることから、高軌道傾斜角のトロヤ群は低軌道傾斜角の 物と比べてかなり多く存在することが示唆されている。前者と後者の比は約4、1と推定されている。アルベド0.05と仮定すると L4 には半径 40km 以上の天体が200個から650個存在することが期待される。これはアルベドの値によるものの海洋性のトロヤ群に含まれるサイズの大きい天体が 木製のトロヤ群よりも5倍から20倍も多いことを示唆する。一方、海洋星トロヤ群にサイズの小さい天体は少なく、おそらくすぐに砕けてしまうためと考えられる。L5 トロヤ群と L4 トロヤ群とはサイズの大きい天体を同程度の数含むと推定されている。2012年10月時点で海洋星のトロヤ群としては9つが基地であり、そのうち6つが L4。 三つが L5 にある。以下の表は、それを示したもので、国際天文学連合の小惑星センターが、管理するリストオブネプチューン・トロジェンスからの情報と、直径については、突起がない限り 2008LC18 に関する、シェパードとトルーヘオの論文のデータに基づいている。2019年に初めてオトリラが命名され、トロや戦争において、トロヤ側についた、 アマゾンの女選手から命名することが決定された。2020年現在、名称が付いているのは、オトリラとクリートの2つのみであり、さらに4つに小惑星番号が付けられている。2005TN74 と 2007RW10 は、発見時点では、海王星のトロヤ群であると考えられていたが、さらなる観測によって、そうではないと考えられるようになった。現在では、 2005TN74 は、海洋星と3、5の共鳴軌道。2007RW10 は、海洋星の純衛星と考えられている。ありがとうございます。